と、じゃあね、競争的阻害、非競争的阻害の、復習ね、これが酵素でしょうか、酵素。で、さっきも見たかもしれないけど、酵素って言ったって、こんなパックンみたいな形してるもんじゃなくて、こうやっぱりアミノ酸がこう、つながってできた紐状のものがあたかもなんかこんな形してたしてるとするんだよね。タンパク質は本当はアミノ酸のつながった紐状のものだからね。が折りたたまれたものだからね。で、この酵素が、何かしら物質と反応するときに、その反応相手を基質って言うんですよ。基質っていうの。で、この基質が、ここにぴったり酵素とくっついて、ね、酵素とくっついて、そして、ね、何か、まあ、分かれたりとかするんだね。で、酵素と反応し終わったもの、ね、生成物って言いますね、生成物。そして酵素と反応してるこの状態のこいつをまとめて酵素基質、複合体って言います。そしてこの基質と反応するこの口のところ、基質と反応するこの口のところ、ここを活性部位って言います。で、この活性部位の形によって、例えば、こんな活性部位を、こんな、えっと、ね、こんな活性部位をしていたら、ね、こう、尖ったものとは、ね、結合できるかもしれないけど、ね、こう、ね、四角いものとは、ね、結合できない。こんな風に、活性部位の形によって、いろんな物質と反応できる、できないがわかるんです。識別されるんです。このような性質を、酵素の、基質特異性なんて言ったりします。そして、ここだけで判断するから、つまりこの形ね、この形だけで判断するから、例えば、こんな物質が来たらどうだろう。ね、本来の基質ではない。だけど、見て、ここに似てる部分があるね。本来反応するべきものと似てるところがある。これも実は、反応してしまうんですね。この形が似てるから。ね。で、こんな風に本来の基質ではないものを加えてあげても、形が似てれば結合してしまうんです。だけど、本来の基質でないと、こいつは反応できないんですね。酵素は反応できないの。本来の基質でないと、本来の基質じゃない。ね。だから反応できない。ね。反応できないんですよ。で、だからこいつは分解されないしね。これみたいに分解されないし、ね。なんか邪魔してるみたいでしょ、ね、こんな風に酵素の本来の基質じゃない、だけど結合しちゃってこの酵素の邪魔しちゃう、そんなやつを阻害剤って言うんです。阻害剤って言うんです。で、阻害剤にもいろいろあって、こんな風に元気な酵素にここに結合して、タンパク質ってね、タンパク質って活性部位、これが活性部だよ、活性部位と違うところにもいろんな物質が結合する溝がたくさんあって、その溝に別のタンパク質が、基質じゃないよ、基質じゃない、
別のタンパク質が結合すると活性部位が曲がってしまう、ね、あのコンフォーメーション変換って言うんだけど活性部位が曲がってしまう、ね、これ、形が変わっちゃった、形が変わっちゃう、そんな現象も知られててこいつも阻害剤って言うんですよ。阻害剤っていうの。で、こんな風に阻害剤には2種類あるね。活性部位を奪い取ってしまう阻害剤。ね、これ離れるものもあるし、離れない、ほんの離れないで一生ここに加えっぱなしで酵素をね、あの本当に殺しちゃうようなね、あの殺しちゃうような語弊があるな。酵素をこうダメにしちゃうようなものもある。ね、離れたとするのもあるし、で別の場所にね、活性部位とは別の場所にくっついて、でいろんな構造を変化させて最終的に活性部位の形を変化させちゃうものもある、ね、どっちも阻害剤って言って区別しなきゃいけないから、活性部位に直でくっついちゃう分かりやすい阻害剤の方を競争的阻害剤、競争っていうのはかけっこの競争と同じ字で競争的阻害剤、ね、誰と競争するのかっていうと本来の基質と、ね、本来の基質と活性部位を奪い合う競争するから競争的阻害剤、こっちは本来の基質とは別のルートで走ってきて阻害しちゃうから非競争的阻害剤。非競争的阻害剤って言います。ね、こんな風にね、2種類の阻害剤があることをしっかりね、酵素を学ぶときにはチェックしましょう。